はい、ということで今年もやってまいりました PDC ワールドチャンピオンシップ2022年ということでですね、今回もですね、もうファーストラウンドから面白い対戦カードがですね決まっておりますのでね、僕が気になった、対戦カード、そしてね、今年は日本人ね2名出ますのでですね、誰と戦うのか、誰がどんな選手と戦うのかをね、簡単にちょっとまとめてみてますんでね、皆様一緒に見ていきましょうということで、はい、今年もね、やってまいりました。はい、ウィナーには7500万円、約ね7500万円が渡りますと、いうことですよ。去年はね、あのガーウィン・プライスがチャンピオンになりましたが、今年はね誰がチャンピオンになるのか、2022年ね、見ていきましょう。ババンということで、見てください、このカードね、ファロン・シェロック VS スティーブ・ビートンですよ。この、ね、こっからね、いきなりファーストラウンドでこんな親子対決ありますかっていう話なんですけど、いや親子ではないんですよ、親子ではないんですけども、もう見てください、もうこれ親子の年ですよ。これこの年の差、ファロン・シェロック27歳ね、スティーブ・ビートン57歳、もうこれ30歳ちょうど離れてるね、顔も雰囲気もどことなく親子なんじゃないかっていうぐらいの、この親子対決みたいなね、面白いですよね、この対決ですよね。ファロン・シェロックはもう生きる伝説ですよね。今もう PDC のね、あのトップの選手たちをバンバン倒してね、もうもうとどまるところを知らないね、ファロン・シェロックなんですけども、そんなね、対戦相手ファーストラウンドで戦うのがもう父スティーブ・ビートンということでね、まあ、僕のまあイメージなんですけどもね、まあこうやって娘と父が戦うぐらいのね、こんなちょっと雰囲気があると僕はちょっと感じてるんですけどもね、スティーブ・ビートン もう96年に BDO 世界チャンピオンになってますからね、もう世界チャンピオン、元世界チャンピオン VS ね今の生きる伝説ね、ファロン・シェロックの戦いなんですね。これは面白いでしょうね。ね、スティーブ・ビートンも言ってます、こんな小娘には負けんと、ね、でもファローも言ってますよ、もうお父さんごめんなさい、私が勝つわと、ね、もう勝つ気がすごいですからね、27歳、若い、ね、ダーツももう女の人でもう世界一ですからね、今ね、ダイナスティ、日本のダイナスティを、背負うね、ファロン・シェロック VS ね、まあ、スティーブ・ビートン・ウィンマウということで、この2人どっちかが勝つと、まあ、次にはキム・ハイブリックスがいるとね、あの現在32位のキム・ハイブリックス、どちらが戦うのかと、ね、面白いですね。どっちが勝つと思いますか、もういきなりこんなスター選手とね、このスター選手のこの戦い見たいな、生で見たいですね。ねえ、もうこの時点であの約110万円あのこの負けてもあの出ますから、あの次勝ったらですね220万円ドーンとあの上がりますね、賞金がね。っていうことで皆さんどっちが勝つと思いますかね。えということで、この対戦がね僕は気になったカードです。はい、では次見てみましょう。ババンということでね、もうこの BDO ユースチャンピオンのねキーンバリーね、あのレイトン・ベネットを倒したね、今もあの大活躍してますよね、若い19歳、キーンバリーね、あーアイルランド出身のね、19歳、すごいですね、若いんですよ。はい、そんな彼がね対決する相手ね、ババン、香港ナンバーワンロイデン・ラム46歳ということでね、この対決どうですか。もうアジア人の、アジア一って言ってもまあ過言ではない、まあ、ロイデン・ラムなんですけども、
このね、さ、こう面白いな、このベテランですからね、ベテラン対ね、この、まあ、若手というか、まあ、一番こう油が乗ってて若いね、このピチピチのキーンバリー、どっちが勝ちますでしょうか。皆さんどう思いますかね。えねえ、もう言ってますよ、ロイデンも、アジアの強さを教えてやるぞとね。えで、キーンバリーはこう言ってます。僕は将来必ず王者になるとね。あ、これは本人が言ってるか分かりません。もう僕の妄想でね、もう彼らはこういう気持ちがあるんじゃないかっていうのをね、ちょっと書いてみてるだけなんで、まあ、本人はこういうふうに思ってるかは分からないんですが、こう言ってる、こう思ってるんじゃなかろうかと思います。はいね、これも同じくね、ファーストラウンドなんで、まあ、110万円この時点で、あの負けてもこれ持って帰ると、次勝てばね、220万円もこの時点でもうすごい、もう出てるだけでもすごいんですよね、このステージに立つということが、うん、でこの2人どっちかが勝てば次にジョニー・クレイトンですよ。現在 PDC8 位、もう8位というか、もうもっと上なんじゃないかというぐらいね、勝ってますけどもね。え、あ、ごめんなさい、これちょっと違います。これね、あのちょっとあのポルトガルに、ポルトガルやったっけ、これちょっとウェールズの国旗です。ちょっと間違えましたね、ごめんなさい。これちょっと消しますね、はい、ウェールズ の国旗と間違え、あの国旗になるはずでしたが、ちょっと間違えました。はい、ごめんなさい。ということでね、え、勝ってもジョニー・クレイトンですよ。この2人のプレッシャー、どうですか。勝ってもみたいな、勝ってもジョニー・クレイトンかいみたいなね、え、どんな心境なんでしょうね、彼らね。思いっきりやるしかないでしょうね。はい、皆様どっちが勝つと思いますかね。え、僕はどうかな、でもキンバリーがすごいから、 DVD もね買ってますからね、あのダーク、バン・ドゥイ・バン・ボーダーでしたっけ、ちょっとごめんなさい、あの名前がちょっとあの間違ってるかもしれませんが、 DVD ね、はい、ブルーズのにも、最近買ってますから、すごい強いんですよ。どうですかね、もしかしたらこれはキンバリーが勝つんじゃないかなってちょっと思ってしまいます。はい、でもロイデン・ラムにもやっぱりね、はるばる香港から行きますからね、頑張ってほしいです。はい、さあ次の、僕が、注目する、カード、こちらです。ババンということで来ましたね、豊和柴田選手ですね。もう日本ナンバーワンプレーヤーね、多分34歳か35歳、その辺のそのあたりの年齢だと思います。ちょっとあの詳しいことは分からないんですけどもね、やっとというかね、ワールドカップの時は、確かね、ちょっと問題があって、コロナの影響で PCR かなんかの、ちょっとあの確かなことはちょっと分からないんですけども、あの優勝したんですけどね、ワールドカップが行けなかったんですけども、まさかまた日本1位になってまた出るという、もうすごくないですかねえ。まさか今年出るなんて、もう一回勝ってどんだけ強いねって話なんですよねえ。これがジャパニーズダーツやっていう、もうこれ気持ちがもうどんだけ入ってると思いますかねえ。もうダブルチャンピオンですからね、バーサスね、このジョセ・デ・ソーサを倒した新人リビー・ウィリアムズ19歳、ね、もうこの選手もね、あのキーン・バリーと同じくね、19歳、ね、19歳のエリートですよ、ね、ターゲットエリートの名にかけてと、ね、若いし強いし、ジョセ・デ・ソーサを倒してますからね、もうすっごいこの選手も勢いがある若い選手ですからね、え、日本の豊和柴田選手がね、果たしてどのようなジャパニーズダーツをですね、あの PDC ワールドチャンピオンシップアレキサンドラパレスでね、どのようなダーツを披露してくれるのかね、え、この黄色いダーツは、黄色いフライトはどのようにステージで輝くのか
もう楽しみで仕方ありませんね。やっぱでもね、どうですか、どっちが勝つと思いますか皆さん。僕は多分ね、豊和柴田選手勝つと思います。はい、やっぱ経験、まあもちろんね、まあ、若いし、なんかすごい選手も倒してるって選手ですけども、この日本のダブルチャンピオンにね、もうすごい選手ですからね、もしかしたらコテンパンにやられるかもしれませんよ、リビー・ウィリアムズが。はい、皆さんどう思いますか。はい、でもしこの2人どっちかが勝てばですね、次の選手がガブリエル・クレメンスと、ね、現在25位のドイツの選手なんですけども、この選手に勝てばね、豊和柴田選手もこのガブリエルも倒せるんじゃないかっていうふうに思います。はい、ねえ、頑張ってほしいですね。非常に楽しみですね、日本 VS ウェールズということでね、ウェールズ強いですからね、ガーウィン・プライスもジョニー・クレイトンもウェールズ出身ですからね、どのようにね、この強いウェールズの選手を倒せるのかね、すごい期待しております。はい、楽しみですね。はい、ということで次に、僕が、身についた対戦カードこちらでございます。ババンということで来ましたね。もうちょっとまずちょっとこっちから行きましょうか。ジョニー・クレイトンを倒した期待の新星カラン・リッツ、ね、23歳、ユニコーンのね、もうこの選手も強いんですよね、最近勝ってますからね、若いし勢いあるしね。ちょっとさっきのキンバリーと、リビー・ウィリアムズと、4歳上の23歳、ね、に挑むのがミスター・トリニダード、まあ、これはちょっと僕が考えたあだ名なんですけども、勇気山田選手ですよね。はい、38歳、23歳 VS38 歳、ね、経験はもう圧倒的にもう勇気山田ですよね、もうここでね。でもやっぱりこのね、もうカラン・リッツのこのね、イギリスのイングランドのね、ニューキャッスルの強さ、果たしてどっちが勝つでしょうかね。もう勇気山田言っております、これが九州男児の力ったいとね、言ってないですよ、これは僕の妄想の、彼がこう思ってるんじゃないかっていう僕の妄想です。はい、でね、カラン・リッツは世界王者ワンチャンあるとね、もうチャンピオン取りに行きますよ、この若さのこのギラギラね、テストステロンもすごそうですからね、勝ったらね、次勝てばネクストね、ブレンダン・ドーランとね、現在23位、僕も最近もね勝ちましたからね、ガーウィン・プライスに勝ってる選手ですからね、ブレンダン・ドーランにね、ヤンマーもこうカラリツもピョンって勝って、ドーランもいけそう、なんかいけそうね、2人これちょんちょんってこういけると思いますけどね、どうですか皆さん、どう思いますかね、今年のヤンマーの戦いっぷりにね、期待したいと思います。はい、ということで次の、対戦カード、僕が気になった対戦カードこちらでございます。ババン、あ、もうなかった、ごめんなさい。はい、ということで、まあ、まだまだプレイヤーはいますよ、まだまだね、こう見ますとですね、いろいろポール・リムもね、このジョー・ムーナンと、戦ったりとか、あとはそうですね、イラガンとバーニーも戦ったりとかしてますから、このねカードもねすっごい気になりますね。だバーニーも勝ちそうですね、イラガンにも勝ってほしいですけどね。はい、ということで、とにかくね、誰が勝ち進んでいくのかなっていうのをちょっと僕が予想してみました。はい、これは個人的な感想なんで、皆さんとね、ちょっと違うかとは思いますが、こうなるんじゃないかなって。結局この山では
ね、このここの山こう分かれてるから、ここね、この中から勝ち進んでいくのはやっぱりガーウィン・プライスとね、ジョニー・クレイトンがやっぱりここにトップに上り詰めてくるんじゃないかなというふうに思います。はい、ね、でこのブロックからはやっぱジェームス・ウェイド、ね、がと、ディミトリー、ね、ディミトリー・バンデンバーグ、この2人がねやっぱり結局来そうだなっていうふうに思います。はい、皆さんどう思いますかね。で、こっちからのね、ちょっとこっち見てみましょうか。はい、こっち、このブロック、この山からは、ね、ここに山いますよ。このピーター・ライトとライアン・サールのこの山に、ヤンマーがいますから、ポール・リムもねここにいますっていうことで、でどうですか。まあ、僕が、予想したのは、まあ、ピーター・ライトが、まあ、勝ってくるんじゃないかなと。でここにねライアン・サールがいますから、ライアン・サールいたな、ここに、確か いたはずです。間違って、あ、ここやな、ここか。そうだから、ちょっとここの表示はちょっと間違ってましたけど、まあこの2人が、この2人がここら辺で、でもちょっと合ってるかな、ライアンサール、あ、ここですね、ちょうどちょっと間違ってましたね、ごめんなさい。ちょっとこの辺で2人が合いますね。はい、ピーター・ライトとライアンサール。はい、でこのブロックは、僕が予想するのはですね、ちょっとここは面白いんですけどもね、まあここにはイラガンがいたりとかもするんですけど、エイドリアン・ルイスが結構いいとこまで来るんじゃないかなというふうに思います。はい、でここにもね、マイケル・バンガーウェンがここにいるんですけども、エイドリアン・ルイスね、ちょっと最近インシデントありましたよね、ピーター・ライトのね、ちょっとまた激ブチギレしてしまった彼なんですけども、最近もね、最近またもしかしたら勝てるんじゃないかっていうね、僕は個人的に思います。皆さんどう思いますかね。ここのブロックから まさかね、どっちが勝つと思います、このマイケル VS、ね、ルイス。もしかしたらこの2人が戦ったら負けるかもしれないですよ、 MBG この勢いでね。えちょっともしかしたら勝っちゃうかもしれないねえ。でちょっとこう予想してみませんかねえ。でライアン・サールね、最近も対決してプレイヤーズチャンピオンシップでしたっけねえ、で対決してファイナルでね、もういいとこまで行きましたから、今回は勝ちたい、そして勝つんじゃないかというふうに思いますねえ。はい、こういう風にちょっとベスト4っていうかね、ラスト4ちょっと決めましょう。で僕はこの2人はもうジョニー・クレイトに勝ってほしいですね、今年はね。もうガーウィン・プライスも勝ちそうですけどね、やっぱりジョニー・クレイトに勝ってほしい。でこうですね、久しぶりにどうですか、この2人どっち勝つと思います、ジェームス・ウェイド VS ディミトリー・バンデンバーグねえ。いやーでもジェームス、やっぱりちょっとこう若手に来てほしいですね、ねえ、ちょっと若い選手に来てほしいということで、さあこうなりましたよ、ジョニー・クレイトン VS ディミトリーね、えどうなるかな。でもねやっぱジョニー・クレイトンが強いから僕はジョニー・クレイトンだと思います。はい、この2人ねえ、ライアン・サール、でももしかしたらファイナルで緊張してとかちょっとこうミスってダブルをミスりそうな、なんかそんな気がするということで、ルイスがねえもうここに来てねえ底力を見せるんじゃないかということで、僕が予想するのはですね、ジョニー・クレイトン VS エイドリアン・ルイスが今年ファイナルで見たい、僕はそう思ってます。はい、皆さんどう思いますかねえ、どっちが勝つかな。でもこの状況だとねえ、ルイスが勝ったらまたちょっと炎上しそうなんで、
ウィナーとしてはやっぱりジョニー・クレイトンに勝ってほしいですね。やっぱりウィナーになってほしいかな、ジョニー・クレイトンに。はい、ということで僕が予想するのはですね、今年はジョニー・クレイトンになるんじゃないかなっていうふうに思います。もしくはね、このトップのピーター・ライト、ライアン・サール、MBG、ルイスもいいとこまで来るんじゃないかっていうふうに予想します。はい、ね、でこういう選手たちもね、もう結局はもう来そうですから。はい、ということでこれが僕が予想した、今年の2022年チャンピオンはジョニー・クレイトンだと思います。はい、皆さんどう思いますかね。ということで今年は、トリニダードからは、勇気山田選手、ヤンマー、そしてね、ジョーカードライバーを代表してですね、豊和柴田選手が、日本から戦いますということで、はい、今年もね、面白いカードが揃っております。ね、皆さんどのような対決を予想しますか、コメント欄によろしくお願いします。ということでありがとうございました。